ほんの15分ほど前に電話があった。近所で有名なセコケチエーママ、5歳児持ち。実の兄がアフリカで会社を起こして成功した。3億円譲ってもらえることになったが、そのお金をアフリカから送る手数料にどうしてもあと50万足りない。一時貸してもらえれば、あなたにも2000万を元本取り子とお礼として渡す。ごめん、受話器抱えたまま盛大に吹き出したよ。それ、この間やってた。富士のカスペで。あれ見たんだね。成功すると思ったの？などなど、散々笑いながら馬鹿にしたら。何よ。儲けられる話なのに。手ガチャ切りされちゃった。知り合いママには、一斉メールで根回し。ついでに、近所のおまわりさん、すごい田舎だから駐在さんにも電話して、それとなく喋っちゃった。笑われた。騙される人はいないと思いますが、一応張り紙貼っておきます。でさ、ええママとくっついてるのは、漏れなくセコばかりだから。あそこに話を持って行ったら、いかに金を払わずに、ええママから大金を引き出せるかになるのは明白。誰が残るかな。あ、一斉メールは、今頃、ネズミ山でどんどん増えているはずです。知り合いママの中にスピーカーがいるから、地域のおじいさんおばあさんが騙されないように、この辺りはメール網がすごいんだわ。田舎のネットワークはバカにできないぜ。ああ、ごめん。セコ被害に遭ったのが初めてだったんで、テンション上がってます。ちょっと頭冷やしに、冷凍庫に突っ込んできます。テンション下げてきました。詐欺未遂ですが、実は A ママ家、シングルママポなんですよ。しかも、実母、実兄、本人家族と代々続くママポ。ですから、その兄が、アフリカに会社建てたとか、億を超える収入が、とか言っても、冗談としか誰も受け取りません。母親は普通の人らしいので、おまわりさんが明日にでも、おばさんと A ママさんに、これって詐欺罪だからね、と説教しに行く。だそうです。で、その時に、この地域で、一番実権のある地主さんも村長兼任、一緒に行って、お灸を据えられるそうで、まあこれで解決するでしょう。今回は未遂ですが、田舎だから、こういうことがなあなあになりがちなんですよね。その辺はちょっと怖いかな。ナマポ停止かどうかは、地主さんたちが役所に言うでしょうから、私の手はもう離れてますね。いやあ、それにしても、久しぶりに腹筋痛くなるくらい笑った。